萩生田光一、萩生田光一、昨年来私の政治資金の収支報告を巡っての反復審査を行く事態の大きな決定の場でした。この反復審査申し訳ありませんでした。昨年来私の政治資金の収支報告を巡ってこの反復審査法となってしまい、私が決定の場でこの反復審査申し訳ありませんでした。公認を与えないという突然のお達しが出たわけです。もともと私たちは反復審査法が甘んじて、私は決定の場でこの反復この、あ、つぼ。